テンプスラムチャンネル始まりました。よいしょ。テンプスラム吉永です。同時ロケです。ういし、本日は現オートレースランキングナンバーワンかナンバースリーまでの選手の SG 初優勝特集。長タイトルですね、ちゃんと言うね。歯切れ悪いで。本日やるのはですね、現オートレースランキングのナンバーワンかナンバースリーまでのSG 初優勝特集となっておりますけれども、青山修平選手、鈴木一郎選手、荒尾聡選手、3人が初 SG を優勝した時のね、レースを皆様にお届けしたいなと思います。はい、あ、こっから始まるというね。そう、まあ、荒尾選手に関しては SG 初優勝してから結構また間が空くんですけど、まあ、慶一郎選手とか青山修平選手とは取ってからもう爆発的な、ね、強さをね発揮して、今に至るっていうことでございます。なるほどね。はい、初優勝もやってんだもんね。やってます。そうね、 G1 初優勝とかはやってる、やってる、初勝利でごめん、でも一気見です。お、はい、もう一気にもう見ていきましょう、はい、ということで見ましょう、どうぞ。第26回オールスター。さあ、いよいよ緊張の一瞬です。優勝戦の発走でございます。5秒を切りました。3秒前、 SG 第26回オールスター優勝戦スタートしました。さあ、インコースから佐藤裕二、外から5番の荒尾が来た、外から山田雅宏、内側から有吉達也、そして浦田も上々なスタート、内側からさあ池田正勝と浦田慎介が並ぶように3コーナーから4コーナーに向かいます。飯塚の荒尾聡が棄権を制しました。飯塚の荒尾聡が先頭であります。2番手山田雅宏、その後ろであって有吉、現在3番手、4番手に3番の池田正勝、田中志久はなんと現在最高峰を回っています。さあ、3番手池田がインを狙うも有吉が踏ん張っています。有吉3番手、池田正勝4番手、浦田慎介は現在5番手から、さあ池田のインコースを狙っています。残り8勝を切りました。2番手に上がったのは有吉達也、2番の有吉が2番手に上がっています。先頭5番の荒尾、2番手には2番の有吉、さあ荒尾と有吉、SG 初 V には最高の舞台が整いました。残り7勝を切っています。飯塚の荒尾、荒尾レースを引っ張っています。2番手有吉、3番手浦田、その後ろ、さあ山田雅宏、池田正和が競り合っている3コーナーから4コーナーでありますが、荒尾そして有吉、この2人、この展開ではどちらかが勝たなくてはいけません。残り6周を切りました。さあ5番の荒尾がレースを引っ張っています。荒尾がレースを引っ張っています。まだまだレースは5周と半分も残っています。この時人気の一角、田中茂は現在6番手を回っています。4コーナー、荒尾のインコースを狙って、さあ有吉、有吉が先頭に上がった。残り5周を切りました。 SG 優勝戦4度目の挑戦、有吉達也が先頭に上がりました。2番手は5番の荒尾であります。4番の浦田が3番手、4番手には6番の田中茂が浮上してまいりました。浦田、さあ力は余っていないでしょうか。残り4周を切りました。先頭は2番の有吉達也、有吉かつては25期妖精ナンバーワンともてはやされました。未完の大器と言われ早10年、さあ数々の失敗をここでエネルギーに変えるか。残り3周を切っています。有吉が先頭だ。追走するは荒尾聡、3番手浦田、さあ浦田が荒尾の内を狙えるか、いけないか。浦田は現在3番手を回っています。4コーナーからホームスレッチへ心を打つ気合走り、それは有吉達也。残り2周を切りました。先頭は2番の有吉、有吉が先頭であります。2番手は5番の荒尾、さあ荒尾仕掛けるすべはないか。4番の浦田が3番手、さあ先頭2番手3番手、さらには4番手まで飯塚勢、これでオールスター、さあ飯塚勢残れんかな。おっと荒尾が行った、荒尾が行った、有吉は流れた、浦田が迫る。さあ最後決死の覚悟で5番の荒尾が3コーナー SG 初 V へ向かいます。最後の最後、大どんでん返しだ、荒尾聡が初 V だ。負けられない3名が上位人気を形成。2秒を切りました。スーパースター王座決定戦スタートを切りました。さあ注目のスタートは誰が行く、青山か、浦田も出ていく、中村はやや遅れた、永井がここ1番スタートを決めた、永井が2番手へと上がってまいりました。まずは青山、永井と船橋勢が行った。中村雅人は後方、8番の佐藤孝也が飛び込んで、なんと1番人気の中村雅人、序盤戦はかなり苦しい1人、6番手になってレースは2周目。まずは青山周平が悲願達成先頭であります。4番永井が2番手の位置から、さあ終盤戦にかけてくるか、現在2番手、3番手2番の浦田慎介、
浦田も当然前を伺ってまいります。役者は揃っているこの頂上決戦、中段が藤岡、1番の中村、中村ここから追い上げはどうでしょうか。ここからの追い上げもし決まれば奇跡の追い上げとなります。先頭3番青山周平、これまでの悔しさをバネに残り7周回どのような走りを表現するのか。2番手が4番長井、3番手が浦田であります。さあ先頭2番手の間隔は序盤戦からやや広がっているでしょうか。さあ1番中村が怒涛の追い上げで3番手へと上がってまいりました。残り6周回です。上位はいずれも船橋勢となりました。青山周平リードはぐんぐん広がっている。2番手4番長井どうした、差が縮まりません。3番手逆に中村正人が2番手を脅かす存在になってきたんでしょうか。浦田現在4番手、車間が広がっている。その後が佐藤孝也、後方藤岡、離れました木村、昨年のリベンジならずか。木村7番手、7番の浜野が最後方、どうした浜野、トリプルスリー、いやミラクルスリーの橋の浜野潤ですが最後方であります。残り4周切った。青山周平依然としてリードは十分、長井が追っていくんですが差は一向に縮まらない。1番の中村3番手、さあこれは青山周平ついに悲願が見えてきたんでしょうか。残りは3周です。さあしかし当然長井も諦めていません。2番手から差を詰めてくる。1番中村3番手、来年は船橋、厳しい現実が待っているかもしれませんが、船橋所属として絶対に負けられない戦いがここである。先頭は3番青山、2番手が長井、3番手が中村正人、船橋最強軍団が上位を独占しています。メッセージを送るような競争です。3番青山魂の競争、残り1周ブルーフラッグを迎えました。スーパースターは初出場から3連続優出、2年前はあと一歩のレースがありました。これが SG11 度目の優出、これまで近そうで遠かった SG タイトル、スーパースター王座決定戦で達成、青山周平やりました。秋の夜空に歓声がこだまする8人の真っ向勝負、第30回全日本選抜オートレース優勝戦スタートしました。3コースから青山周平トップスタートを切りました。長井はスタートいきませんでした。さあ4番の鈴木一郎が2番手スタート、4番の鈴木一郎1番人気を背負っています。先頭青山周平、先頭青山周平であります。先輩の意地を見せられるかどうか。2番手から4番の鈴木一郎、3番手が長井、4番手に中村という並びになっています。3番青山周平が引っ張っています。追走する4番の鈴木一郎、チャンスを伺いながらの序盤の周回、まだまだ周回は残っています。先頭は青山周平、さあ1対1から、しかしまだ行く長馬ではないのか。4番鈴木一郎我慢をしています、4番鈴木一郎我慢をしています。3番手長井、4番手には2番の中村正人という体勢だ。さあ中盤戦から終盤戦まで長距離ランナー中村正人の動きも注目でありますが、果たして動きはどうか。残りは7周回、3番青山周平と4番鈴木一郎、時代のオートレース火曜になう若手レーサーによる首位攻防戦となりました。内をガードする青山周平、完全に鈴木一郎の存在は知り尽くしています。鈴木圭一郎の存在は察知しております。残りは6周回、外を牽制する青山、胸中やいかに鈴木圭一郎が2番手からチャンスを伺っています。青山周平が先頭です。さあこの川口バンク、さらには SG 優勝戦3号車は SG 初制覇を果たした思い出深きシチュエーションであります。青山周平まだまだ経験値が違うのか、4番の鈴木一郎に前には出させません、前には出させない。さあ3番青山周平が気持ちで走っています。青山周平が気持ちで走っています。残り4周回、青山が現在レースメイクをしている存在、なんとなく長井と高橋光が近づいてきたように感じるのは私だけではないはずです。先頭は青山周平に2番手鈴木一郎、これはプロ野球のクライマックスシリーズに負けないドラマチックなフィナーレが待っているかもしれません。さあ残り3周回、絶対王者がついに起こった、絶対王者が怒った。現在3番手の位置であります。先頭は青山周平、2番手鈴木圭一郎、3番手に高橋光という体制になっています。さあこのレース制するのは勢いか、それとも経験値か。3番手から高橋光前を狙っています。3
3番手から前を狙っています。まだわずかに、まだわずかに3番青山周平が先頭であります。10周回耐え忍んで耐え忍んで V ゴールを目指します。青山周平先頭だ。さあ鈴木圭一郎2番手でこのまま終わっていいのか、このまま終わっていいのか。最終コーナーに向かっています。外から外から捨て身のまくり鈴木圭一郎でありますが、先輩の意地を見せる青山でありますが、最後鈴木圭一郎が時代を変えた。はい、見ましたけれども、うん、はい、ね、荒尾選手に関してはもう結構前、しかも有尾選手とのバチバチやり合っての優勝でしたね、うんうん、はい。で、健一郎選手は最後の最後、うん、チョイスさせての優勝、うん、ね。で、青山選手はスーパースターが初制覇ということで、はい、いや、どれもね、すごいレースでした。すごい。感動した。うわ、古いな。おじさん丸出しですね。40歳がやるようなネタだな、これ。SG 初優勝でしたね、はい。青山周平選手とか、鈴木圭一郎選手、荒尾選手、今後もね、うん、ものすごい強さを発揮してくれるだろうと思います。あとはあれね、他の選手の SG 初勝利も見たいとか、ね、あったら、コメントに言っていただければ、はい、やりたいと思います。やと思います、はい、ということで、本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。